おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構、ね、大変なちょっとリーグ戦だったんですけども、どうですか振り返ってみて。まあ、おっしゃるように厳しかったですね、苦しかったです。まあ、開幕からねたくさん勝てなくて勝ち点積み上げられなくて、中盤戦に入る前に何試合か勝ちましたけれども、その後連敗して最後どうなるかなっていう終盤を迎えた時に、いいタイミングでスタジアムを盛り上げていいよっていう、 J リーグとか応援していいよっていう、これがうまくハマって選手たちがよくやってくれました。皆さんが後押ししてくれました。ありがとうございました。やっぱりこのスタジアムの盛り上がりって全然違いますか。そうですね、今拍手していただいた人たち本当にありがとうございます。もしいなかったらこのトークイベントも寂しいことになってますけど。そうですね、少しでも今日がね、あのピリピリした戦いから今日こうニコニコした触れ合いのイベントを迎えることができ、今日どうですか監督、ご覧になってイベントの方。いや、温かい拍手ですし、これからねまた選手たくさん出てくるんで、まあ、そっちに、ね、気持ちもいくと思いますが、いい雰囲気で、ね、何よりです。なるほど。あのやっぱりこの監督にちょっといろいろ聞きたいなっていうところもあるんですけれども、事前にちょっと質問を皆様からちょっともらっているので、ちょっとそちらの質問いきましょうか。はい、はい、ちょっといきなりなんですが、はい、ズバリ、はい、カタールワールドカップの優勝予想国はということがいきなり。そうですね、今月ですからね。そこから日本です。お日本、お日本人なんで応援はしています。はい、実力で言うと、まあ、何チームか挙げられると思いますが、どうですかね。スペインにはそこそこ頑張ってもらいたいですね。ただ同じチームなので、そうですね、もちろんドイツにもっていう気持ちはありますが、そう考えるとばっかり日本で答えて間違ってないなと思います。監督、スペイン戦は日本時間朝4時にありますよ。リアルタイムで見ます。見ます。おお、もうちょっと前日にちょっと出て。そうですね、あのサッカー人なんで、本当はね現場に行ってみたいんですけれども、それがなかなか可能ではない状況なので、家で見ます。おお、リアルタイムで。なるほど。あの監督、ワールドカップご覧になる時とかはどういった気持ちで見るんですか。もうこう一なんかサッカーファンとしてなんか戦術とかをガッツリ見るとか、まあ、応援する気持ちと、まあ、戦術とか選手何がどうするのかなというところを注意かけてみたり、まあ、自分にリスパーに進むプラスになるような取り方もします。やっぱり家で見ながらやっぱアビスパノートにちょっとどうぞ動かれたりします。まあ、ノート取らないですけど、頭の中に、はい、メモしていきます。なるほど、なるほど。真似できる、これだったら真似できる。おお、なるほど、戦術を落としてみたい、はい、なるほど、ありがとうございます。他にもありますか。はい、今シーズン戦術分析などがうまくハマって勝った試合、逆に相手にうまくやられたなという試合があれば教えてくださいということです。一番点数取った5対1の FC 東京戦、皆さんの前でここで、それだけのは非常にうまくない。その辺以外はあんまりなかったんですけど、まあ、逆にそのうまくいかなかったという意味では、今シーズンは引き分けから負けてしまった、最後の最後に負けてしまった、失点してしまった試合が何試合かありました。まあ、そのゲームは私自身もそうですし、選手たちともっとこううまく絵を合わせて、引き分け以上、引き分けもしくは最後に点数を勝ちたかったなというふうに思います、感じています。やっぱりその戦術がハマったと思っても、本当分かりやすく如実にスコアに出てるんですね。あの試合は、スコアにも出ました。他のゲームでもコーチからアイデアもらって、いつもゲームを組み立ててるんですけども、選手の個性も大事にしてやってるんですけど、いつもハマってるんですが、なかなか、得点を取るまでには至らないというのが現実です。この得点で一番難しいところではありますからね。そうですね、まあ、得点を取る作業と得点を防ぐ、この2つの作業をサッカーにとって非常に難しいので、
誰かたくさん点数取れる人知りませんか紹介してくださいじゃないじゃん、まあ、座ってる僕がね僕が取りますっていう人がいてもいいと思うんだけど、なるほどもしいたらね、ちょっとあのアビスパのホームページの方にねあのご一緒よろしくお願いいたしますお願いいたします。それでもう一つ、はい、あの戦術についての質問が来てるんですが、これまで 4-4-2 で今シーズン終盤には 3-4-2-1 で試合に臨んでいましたが、実際のところ何度試そうと何とか試そうとしていた 4-3-3 に来季はチャレンジしますかという、おそらくチャレンジはすると思います。それはあの自分がやりたいからではなくて、この試合で勝てそうだとか、選手がコンディションのいい選手がこの3-3に向いてるとか、そういうことが重なった時にやると思います。練習はいつもいろんな形で練習しているので、選手たちが試合で体験してくれると思います。何回できるか分かりませんが、お楽しみに。やっぱり来年もちょっと何個かのフォーメーションは持つっていうことになるんですか。いやいや、そんな器用じゃないですまあ今言われたあの442だったり442から多少なり変化して451だったり4141だったりっていう、まあ、システムでいうとそれがメインになるし、終盤やっていた3421、まあ、541だったり343だったり、まあ、多少なりで変化はありますけども、その辺が中心になっていくと思います。なるほど、分かりました。はい、もう一つ、監督という仕事は精神的にも非常に厳しい仕事ですが、シーズン中家族と過ごされることはあるのでしょうか。そんな時は何をされていますかということなんですけど、監督をやるにあたって精神的に厳しいって本当に知ってます？そう思いますがってことですあの試合に勝ってれば何も苦しくないし厳しくないです。あのやはり連敗して皆さんに喜んでもらえない、そういう時間が長く続くと非常に苦しいです。ただまあそういう時も勝った時もそうですけれども、家族と一緒に住んでるので家族との時間から試合に負けたとしても次の試合にまた、復活して100% の力を出せるように、選手たちが出せるように、いつも試合に次の試合に向かっています、まあ、そういう姿でやってるつもりです。いやでもその切り替えがですね、やっぱ大事ですもんね、そのシーズンのある中で。そのつもりですけど、また負けてしまったからねそれで連敗とかが続いてしまうと、どうしてもね、やっぱそこはまあ家族の支えになったりとかもあるんですよね。そうですね、あの落ち込んでいるのは絶対伝わるので、分かってしまう、バレてしまいます。なのであのそういうところで励ましてくれたり気遣ってくれたり、あの、まあ、気にするなら一言もありますし、まあ、そういうところで、うまく家族で、私のことは家族がうまくコントロールしてくれてる、励ましてくれてる、まあ、それは助かってます。監督試合中もすごい大きい声で指示されてるじゃないですか。喉大丈夫ですか。どこどこの監督は飴もらってましたね飴がないともうガラガラになっちゃうと、そこまでならないですね、はい、うん、あ意外とあの飴舐めなくても1年間に2、3試合ちょっと声がかすれるぐらい、今日はそんなに喉強いんですね監督。そうですかね。ちなみに何味の飴が一番良かったですか。グレープが好きです。グレープグレープが好きなんですね。実はね、キットがいるんですけども、はい、キットがいつも飴用意してくれてるんですよ、うん、でその飴を舐めて試合に大体挑んでるので、うん、それを潤ってる状態で試合に出てきてるんで、うん、あの喉が発電とか声が枯れたり。なるほど。あらかじめ潤してそこで指示を出していく。そう、スタッフにコントロールされてます。はい、スタッフにコントロールされてます。すごいですね、監督が試合コントロールして監督のスタッフがコントロールしていいチームだ本当に、はい、本当にね、スタッフ
本当に最初にも言いましたけれども、まあ、当然ねグラウンドに立つ人は頑張りますしやりますし、スタンドに立ってピッチに立てないでスタンドにいる方たちがあのチームを相当サポートしてくれたんじゃないかなというのは本当に思います。あの本当にありがとうございます。ありがとうございます。最後にもう来年に向けての力強い一言をいただいてよろしいですか。終わったばっかりなので、ありがとうございますという感謝の気持ち、それでとどめておきます、はい、また年始に皆さんにいい、発表できるように準備したいと思います。ありがとうございました。